い、皆さんおはようございます。さ あ, 今日も大阪市北区のジャスノ農園さんにやってきておりますが、9月の上旬になりました。長く楽しめましたね。比較的メロン、ミニメロン、今回たくさん育っております。4花通りとか言ってましたけども、今日はたくさんね、実が実っておりますので、今日が最後ぐらいかな。7月から楽しんでまいりましたこのメロンの栽培、今日収穫していきましょう。はい、このはい、はい、これがメロンでございます。3日ぐらいね、常温で置いておきますと、この熟してだんだんね、甘く、より甘みが増すということで、追熟させるという、感じですね。はい、おお、あ、なんかこの葉っぱがついてる方がおしゃれですね。はい、すごい重み。さあ、そして今日意外にたくさんあるんですよ。はい、これも美味しそうですね。しましまがね、たくさん現れてくる。あ、これもしますね。はい、お、よくこんな重いのが、よくこんな重いのがこれだけで、つながってるなという感じの重さがあります。ミニメロンなんですか本当に。4つ目です。よいしょ、もうウリ科のね、いい匂いがしておりますけど、そして、こちら、あ、これですね。あ、これなんかなってるところがちょうどね、分かりやすい、ご覧いただきやすいかなということですね。こういうふうに上からぶら下がってる感じですね。はい、こうやってね、結構重いのに、こんな一本のね、茎にぶら下がってこういうふうにできてるもんなんですね。はい、よいしょ。おお、これもずっしり重みがありますね。はい、おお、はい、こんなにたくさん取れるんだ。やっぱり夏の暑さが、ね、ポイントなんでしょうかね。そして上の方を見てみますと、まだあります。はい、これですね。はい、ちょっと葉っぱを避けて、うわー、ものすごく重いんですよこれ。今回収穫して3日ほど常温で追熟させると美味しくいただくことができます。はい、ということでご覧ください、こんなに取れました。4カ取りとか言ってたんですけど、9個取れました。とてもね、このしましまの美味しそうな感じですね。前1個食べてみたんですけども美味しかったですね。あの高級感がやっぱりありますね。はい、3日ぐらい常温で、追熟させて、それから冷蔵庫で冷やして、皆さんお召し上がりください。美味しいメロンできました。